申し込む。宮沢ミシェルが語るワールドカップ現地取材陳道中、空港のトランジットで味わった想定外の事態とは。サッカー解説者宮沢ミシェル氏の連載コラム、トボールグルマン第36回。現役時代 J リーグ創設期にジェフ市原、現在のジェフ千葉でプレー、日本代表に招集されるなど、日本サッカーの発展をつぶさに見てきた駅商人がこれまで経験したこと、現地で取材してきたインパクト大のエピソードを踏まえ、独自視点でサッカーシーンを語るダッシュダッシュ。今回のテーマはワールドカップの現地取材について。過去1998年のフランス大会から続けている中、前回2014年ブラジル大会で取材に向かった際のエピソードを語ってくれた。今年6月から始まるワールドカップロシア大会はまだ具体的に決まっていないけれど、おそらくグループリーグ期間中は現地で取材をすることになる予定だ。仕事で行く場合、スタッフが準備してくれるイメージがあるかもしれないけれど、常にそうとは限らない。前回の2014年ワールドカップブラジル大会の時は、往路は私一人で日本からブラジルまで移動した。だから自分で旅行代理店と打ち合わせをして行ったんだけど、これが陳道中の始まりだった。ブラジルに行くにはアメリカで乗り継ぐ方法とドバイ空港経由の2通りあるんだけど、往路はドバイ経由で向かった。理由はトランジット乗り換えがアメリカ経由より4時間くらい短くて済むからだ。ただドバイに行ったことはあったけど、2013年に第3ターミナルがオープンしてからの新しいドバイ国際空港を利用するのは初めてだった。空港はさらに大きくなっていて、迷子になってしまうかもしれないから、事前に空港内の地図をもらってトランジットのゲートまでのルートを書いてもらったんだ。代理店の説明では、飛行機を降りてまっすぐ進むとイミグレーション出入国管理があるので一回出てくださいとのことだった。トランジットなのにイミグレーション出るの？と疑問に思って、その地図は古いやつじゃないと確認したら、大丈夫ですと。あまりに自信満々に言うから疑心暗鬼ながらも現地に出発した。またブラジルで使う携帯電話もその旅行代理店が手配してくれていたから受け取ってブラジルに向かった。ドバイ国際空港に到着して手荷物検査を受け、書いてもらった地図の通りに進んだら、そこには壁しかない。一面壁。それで近くにあったエスカレーターに乗ったら、ものすごく広いショッピングモールに着いた。ここはなんだ？と不安になりながら周囲をよく観察したら、ショッピングモールの間に搭乗ゲートがある。これはすごいと思いながら、自分の乗る搭乗便のゲート番号を探しても全然ない。空港がでかいから端から端まで歩くのだけでもうんざりするくらいの距離だった。結局見つからないので、エスカレーターを降りて元の場所に戻り、近くにいた人に尋ねたところ、電車に乗って移動すると教えられた。空港内で電車に乗ってターミナルを移動することはあるけれど、旅行代理店からはそんなことは聞いてないなと思いながら、言われた通りに電車に乗ったわけだ。それで電車が次のターミナルに到着したら、今度は大きなエレベーターに乗り換えて、どうにかこうにか自分が乗る飛行機の搭乗ゲートにたどり着いた。ドバイのあの広大な空港は、日本の空港しか知らなかったら想像できないくらいのレベルだ。やっと搭乗口に到着して落ち着いてきたら、急に腹立たしくなってきてね。何しろ旅行代理店から出発前に伝えられていたこととあまりに違うことばかりだったから、文句の一つも言ってやろうと、日本で渡してもらった携帯電話を使おうと思ったら、それが全然繋がらない。いろいろと準備に時間を割いたの日本と大変な目にあった。
それでもブラジルワールドカップの帰りは順調だった。TV の中継ぎクルーと一緒にアメリカ経由で帰国したけれど、長期間の取材と長距離移動で疲労が溜まっているからアトランタに一泊。乗り継ぎで一休みしてから無事帰国便に搭乗できた。今回のワールドカップロシア大会に関しては飛行機についても現地での食事についても何の不安もない。なぜなら去年のコンフェデレーションズカップですでに現地取材に行っているからね。経験があることは大きい。世界最大規模のスポーツの祭典に向けての準備はできているので、しっかり取材してきたいと思っているよ。構成スラッシュ塚根一郎、撮影スラッシュ山本ライタ、宮沢ミシェル。1963年7月14日生まれ、千葉県出身。身長177cm、フランス人の父を持つハーフ。86年に藤田工業サッカー部に加入し、1992年に移籍したジェフ市原で4年間プレー。93年に日本国籍を取得し、翌年には日本代表に選出。現役引退後はサッカー解説をはじめ、情報番組やラジオ番組などで幅広く活躍。出演番組はワウワウ、リーガ、エスパニョーラ、リーガダイジェスト、NHK、Jリーグ中継ぎ、Jリーグタイムなど。